じゃーん、サブチャンネルでーす。これからオリーブチキンを食べていこうと思います。なんでこんな一人寂しくチキンを食べれるのかと思います。バッドバスタレイベイベルベルベルンポン。なんでこんなに一人寂しくね、食べるのかというと、まず今日は、うーくんが、ポンスのことを連れて岡崎に行っちゃいました。行っちゃいましたっていうか、私は東京で、ちょっといろいろやることがあったんですけど、親知らずの治療とか、あと親知らずの治療とか。で、まあなんか、うーくんが、岡崎にね、ポンス連れて行きたいって言ってたんで、あ、じゃあ行ってらっしゃーみたいな感じで、今日のお昼、一人ということで、ここがね、だいぶ腫れてて、まあもともと下膨れだ顔だからね、あんまわかんないんだけど、てかここ位置悪くね？すげえブスに映ってる気がする。いや。もうここでいいや。ブスでいいや。というわけで、いただきまーす。わー、この大根のさ、やつマジいい匂いだよね。今日頼んだのは、BBQ オリーブオイルチキンって言って、オリーブオイルで揚げた、チキンのお店です。ウーバーイーツで頼みました。すごい美味しそうなんだよ。じゃーん。オリーブオイルで揚げてるからね、そんなにカロリーも、なんか、油がね、そんな、こう、良質な感じなんですよ。だから好き。みんなは親知らずライフどうやって過ごしてる？私はもう憂鬱でしょうがない。半年に一回ぐらい今までね、親知らずがね、痛むなとか思ってね。でもね、もう私、歯医者が嫌いすぎて、もう行くのを避けて、避けまくってたわけ。あ、痛いなって思うのが、だいたい3ヶ月に1回ぐらいしか訪れなくて、で、その時に脳神ピュアとか、胃袋頭痛薬とか飲んで過ごせば、まあ2日ぐらいで治ってたの。その痛い瞬間が。だから、今回もそんな感じかなと思ったんだけど、ちょっと今回ね、ちょうどその親知らずが痛んだ時期に、ちょっと舐めてかかってて、岩盤浴行って、フェイシャルマッサージをゴリゴリやってしまったんですよ。そしたらね、めちゃくちゃ腫れたの、次の日。まあ、それは腫れるよね。うん。まあ、とりあえず、いただきまーす。うん。もう美味しい。もうほんと脂っこくない。全然こう見えて。てかね、今日昼間に何食べようかなと思って、ウーバーイーツを見てたの。で、ほんと今のウーバーイーツってほんとにいろんな種類があるからすごい迷っちゃったんだけどね。なんか、ヤンニョムチキンか、カレーとナンがすごい迷って、で、カレーナンちょっと美味しそうだなと思って頼んでみたの。そしたらね、ナンしか頼めてなかったの。ナンとマンゴーラッシーだけ届いたの。で、私、バターチキンカレー頼みませんでしたっけって言ったら、あ、ちょっとお店の方に確認するか、注文履歴見ていただければわかると思うんですけど、って言われて、配達員のお兄さんに。で、見てみたの。そしたらね、カレーが選択されてなくて、なんとラッシーだけ届いたの。もう、なんだっけ、あんまあんま食べたの、ちょっとだけ。もう全然足りなくて、それじゃあ、チキンを追い注文した。あ、骨あるタイプだね。いただきまーす。あ、うまーい。みんなもね、歯は大事にした方がいいよ。私はね、歯医者が嫌いすぎて、もうね、ダメなの。この形、食べづらさが 2億% なんだけど、食べれるとこどこってなる。どういうことなの？ここ？
結構これあれだね、胸肉だね。胸肉だから油がない、ほぼ。寂しいなぁ。ポンスとふうくんが二人ともいないと。なんか存在価値が見出せなくなる。なんか何していいか分かんなくなる。寂しい。マジで美味しい。なんで油の、なんか油の質がいいんだろうな。全然なんかもたれない。上気持ち悪いってならない。一旦こんくらいにしとこう。ごちそうさまでした。寂しい。はい、というわけで一人ご飯終わりです。皆さん見てくれてありがとうございました。早く帰ってこないかな。